しころやま騎兵士の家の表に2丁の籠がついた。よう、これはまあ、どなたかと思ったら、立花屋の親父さんじゃごんせんかい。今日はまたこのしころやまに何ぞご用事で。いや、関取、他じゃないが今日はお前に一つ無理を頼みにやってきたんじゃ。ここにおるのが能登の七尾の長吉さんといって、わけはこうこうこういうわけ。話を聞いては捨ててはおけん、生まれついてのおせっかい焼きでな。うん。胸を叩いて連れてきたんじゃが、どうじゃろ。一つお前の弟子にしてやってもらえんかな。いやいや、一日七升飯食べるんじゃがな。まあ、いくら飯を食べてもそんなことは心配するな。長吉さんが食べる米だけはわしが毎月川崎から運んでくる。一つ米付きで弟子にしてやってもらえんかな。親方、バカなことを言わんすない。このしころやま騎兵士が弟子を取るのに米付きで弟子をもろうたと言われちゃ、友達中やひいきの旦那に聞かれてもみっともない話。しかしながら西の関脇竹熊殿が大飯食いじゃと掘り出したそうだが、わしゃあちょっと腑に落ちんな。相撲取りというものは他の商売と違うて力仕事じゃ。飲めば飲み力、食えば食い力、大飯食やそれだけ力が増えるんだ。なんぼなと食べたら祝い、飯を食うからといってビクビクするようなこっちゃ、天下の関脇とは言われんわい。長吉さんとやら、いくらでも食べなさい。なんぼ大飯食うと言うても、一月にものの30俵もあったら足るじゃろうって大きなこと言うなよ。それでは頼むと立花屋が頼んでおいて川崎へ帰る。後へ残って長吉が早く出世をしなければ、立花屋の親父さんに受けたご恩が返されない。精進決裁日の出るようなもげ子。親方、一応お願いしますよ。遠慮ないからどんと来い。ぶつかって来い、長吉。そこはそじゃない、ここはこう、相手がこうくりゃ、あの手で返せ。あの手で来られりゃ、この手で行けと、四十八手の裏表。一生懸命教え込む。昔の人は良いこと言うた。なせばなる、なさねばならぬ、何事も。ならぬは己がなさぬなり。人の一心恐ろしいものよ。弟子に入って二年目に、見事に重量と出世をする。つけた名前が小緑という。それから一年地方の巡業、相撲社会に足を入れ、三年経った竹春は、あっぱれにうまく果たします。完成二年の夏場所、深川富岡八幡境内相撲場で、晴天十日の大相撲、若手の売り出し小緑長吉、八九のような勢いで、初日二日三日四日と連勝し、五日六日も勝ちっぱなし、いよ何日目の取り組みが、飯の敵の竹熊だと。聞いて喜ぶ長吉が、そうか。明日はいよいよ竹熊か。覚えとれよ。昔から食べ物の敵と色気の敵は七代たたぶつ。明日の一番負けられない。戻ってきました師匠の部屋。おう、長吉さん、立花屋じゃ。今川崎から着いたとこ、明日の相手は竹熊じゃ。そな、必ず負けてくれるなよ。お前が明日負けたなら、長い三年その間力を入れた甲斐がない。負けてくれるな小緑と言えば、長吉にこり笑い、心配なさんな親方へ。他の力士が相手なら勝つか負けるか自信はないが、あの竹熊が相手なら土俵の上でこの俺がよいしょ。来たさと立ち上がったら、
あっという間に竹熊を頭が下で足が上で名古屋の名物シャチホコ投げて何を見かすのよとにかく明日は頑張れよ親方お先へお休みなさい自分の部屋へ下がったが松間ほどなく夜が明ける五条三尺矢倉の上ドドンと鳴り出す一番太鼓矢倉太鼓というものはいやみやたらに叩いているのじゃありませんそれ相当の理由がある一つ打つのは一は万物始まりで二つ打つのが阿吽の虹三つ打つのが天地人四つ打つのが四天王で五つ打つのが御用の太鼓六つ打つのが六方世界七つ打つのは南明法蓮華経七時の題目かたどったり八つ八家で九つくよとで十回乱れ打ちドドンガドンガドンガドドンガドンと来いドドンガドドンガドドンガドンと来い二三日天気天気金持って飛んで来い金なしゃ嫌だおたふく来い来いドドンガドンドンとなりだしたつらいうちから見物がどこで聞いたか調べたのかなんと兄弟今日の竹熊小緑のあの一番の取り組みは飯の恨みがあるそうなこの一番を見なければ男と生まれた甲斐がない金がなければ七八置いて可愛い娘を奉公に出しても見に行かなけりゃ先祖の位牌に申し訳が空いたたんと暗いうちから相撲小屋は弁当持ちにいてお砂お砂の人の山お砂い少ない後から来て先行くとは厚かましいお砂と言うたらお砂じゃねえそんなに押したら背中の握り飯は潰れて目星は裸で風邪をひくお入り万人札止めの相撲番数取り進む何の山には何の川何の里には何の花何が峰には何が岳鍋の蓋には桶の底ってそんなそうだろう負けるもあれば勝つもあるあるいは引き分け痛み分けいよいよこれより三役ですと触れが回れば呼び出しが土俵の上と飛び上がって西と東を呼び上げれば名乗り上げられ東西から肩で風切る料理騎士が土俵の上と姿を見せる行事式森与那優が一二政府軍配かたて割って入った土俵の真ん中正気一心で思うよ己竹熊文右衛門大飯食いじゃと掘り出して眉間割られたそのお礼に今日は一番土俵の砂を嫌というほど食わしてやるで遠慮さらさん食らうがよいとじりりと仕切りをつけるならこちら竹熊文右衛門元を正せば俺の弟子こんな野郎に負けたなら引きの旦那に顔向けできん何が何でも勝たねばならんとすごい眼でじりりと仕切る吸い気吸い気阿吽の呼吸がぴったり合った発見をやと軍配帰ったよいしょ北朝のどこいしょと土俵の真中で料理騎士火花を散らしてがっちり踏んだところでちょうど時間となりました